いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。これ始まってんですか。いや始まってます。いつも通りです。びっくりっすわ。いやーちょっとね、マシさん。はい。奥様。いやー喋ってましたね。どうすか、まあ、あの目の前で妻が対談してるっていう、こう不思議ですね。なかなか見ない光景じゃないですか。見ないし、でもまあ多分こう普段からやってることを横で見ているので、はい、そこまで多分ハードル高くなかったんだろうなっていう気がします。これサングラスちょっと薄いですけど大丈夫ですか。大丈夫です。あ、大丈夫ですか。関係ないんで。ああ、よかった。ちょっと薄いですね今回ね。僕の髪の毛も薄くなって。いやいや、さっき話したね。いやちょっとね、奥さんなんかファンキーですね。ファンキーというかラフというか、ラフですね。ラフですね。あ、鷲津さんから見て、まあ、奥さんに対してこうご質問してたんですけど、はい、鷲津さんはどんな感じなんですか。基本的にこう話し会的な感じです。あ、じゃあその鷲津さんが飼われてるのか、うん、それとも飼われてないけど自由に生きてるのか。だからもう本当話し飼いだから向こうは飼ってるんでしょうね。あ、向こうが飼ってる。前そのなんか小動物とか、ね、あ、そう最近なんか大型犬って言われてます、ね、あ、大型犬、小動物か大型犬。そうなるほど。散歩に連れて行かれる感じ。へえ。お金加えて帰ってこい。ああ、なるほどね。どうでしたこの夫婦生活を。20年ぐらいですか。そうですね、20年ちょいぐらいですかね。多分振り返ってみて、あっという間でしたね、なんかね。あ、そうなんか奥様に話を聞いたら、その、はい、一応鷲津さんの方からこの、うん、ね、お食事行こうみたいな誘い、そうですね。その奥さんの何が、はい、そのいいなと思ったんですか。あのですね、これ奥さんも見るかな、もしかしたら。あ、見るかもしれないですね。あれなんですよ、その、はい、当時は、はい、あの僕らの世代ってパチンコってやってたじゃないですか。あ、パチンコね、うん、あの量産パク、量産パクね、そうとかやってて、で、あの彼女もがっつりしてたわけじゃないんですけど、その先輩の付き合い、営業マンなんで、もともと彼女は。はいはいはい。なので僕も一緒の営業 で、はいはい、で先輩と一緒にその、はい、もうパチンコとか行ってたんですよ。え、奥様も一緒に。へえ。全然、はい、うん、で、じゃあ今日はいくらまでねとか決めるんだけど、やっぱ熱くなって使うじゃないですか。ギャンブルですね。そうなんですよ。どうせあれ帰ったらほら普通に口座にはあるし、今財布の中のお金なくなっただけの話なんで、そんな時に2人ともお金なくなって、あ、2人とも、そう、あ、じゃあ2人とも奥様もパチャ行って、オケラ、お手上げも、で鷲津さんもそうですね、お手上げになって、はいはいはい。で普通多分落ち込んだりするんですか。まあそうですよね。全然それがなくて、奥様もこの人お金なくても笑える人なんだなと思って、はいはいはい。それからですね、この気になる、そこでちょっと、あ、なんか人とちゃうぞと。そう違う女、なんか他の女とちゃうぞと。違う感じでしたね。あんなにパチンコで負けたのに。だからお金がなくて笑える人って素敵だなと思って。え、もう一回いいですか。お金がないのに笑い合える人は素敵だなと思って。これ奥様今聞いてますか。聞いてます。そこはね、やっぱ人とちょっと違うかなって思ったところですかね。そこがポイント。そうですね。なんかほらお金がいっぱいあったり、なんか豊かなとこ行って綺麗なとこ行って笑えるのは当たり前なんですけど、まあそりゃそうですよね。そうない時になんか笑えるのっていいなと思ってですね。あ、じゃあパチンコで大負けしてもなんかケランとして笑ってるというか。そうそんな感じですね。なんか素敵だなと。そう、この女素敵だぞと。まあそんな感じですかね。でそれでちょっと興味を持って。そうですね。それで徐々に浸透してたと。そうですね、飯誘いましたね、確かね。じゃあぶっちゃけそのパチンコの件がなかったら、はい、パチンコの件がなかったら分かんないですね。じゃあなんかあの面白いですけど、鷲津さんと奥さんをつないだのはパチンコで負けた、なかな。パチンコで負けたっていうのが限定なんですか。ひょっとしたらそうかもしれない。ギャンブルじゃないですか。ギャンブル、いや、まさかのギャンブルじゃないですか。ギャンブルの負けが。そうですね、よくよく考えたらそこからあの韓国にね、カジノに行ったりとかしてましたから、はい。奥様と。そう。あ、じゃあ奥さんも嫌いじゃないですか。そうですね、だ、熱くなる感じではないですけどね。じゃあギャンブルに負けて人生で勝ったって感じですか。まあそんな綺麗に言うと。もう勝ち組ですか。いや、僕は勝ってないです。全然、いやいや、勝ち組じゃない。もう全然、底辺。
いや無職で今さっきなんかいろいろ言ってた、沖縄どの子行くみたいな。そう、あの綾さんとね、沖縄で遊ばなきゃと思って。いやそうだったんすね。そうなんですよ。そう、いやパチンコ出てくるとは思わなかったですね。うん、パチンコ負けても笑える女みたいな。そう、なんかいいなと思ってですね。いや今度じゃあ奥さん対談するときそれ突っ込んでくれ。あ、多分、いや覚えてると思いますよ。そんなに回数は言ってないんですけど、でもまあでも言ってましたもんね。あの頃はもうみんなが言ってましたね。他の女の子ももちろんいましたし、うん、でもなんか昭和はパチンコみたいな。そうそうですよね。だって普通にその夜のバラエティのね、僕が覚えてるのがやっぱトンネルズの生だらだったかな、はいはいはい、生だらで和田アキ子さんとか梁山伯が出てきて勝負するみたいな、なんかそういう時代背景今はない、絶対もうあれですよ。ないでしょうね。そう、普通になんかアキ子さんがタバコ吸ってパチンコしてるみたいな。今ないです、今無理ですよね。だからその当時彼女は営業マンだったんで、うん、その同僚とか先輩とか土曜日休みの日曜日かとか休みの日にみんなにバッとホール行ってとかやってましたもんね。へ、はいはい、うん、なんかまあ一つのまあ娯楽というか、娯楽ですよ。そうだって今は正直何でもあるじゃないですか、うん、インターネットもあれば、だってその頃インターネットなかったんですよね。だって今ネットフリックスもアマゾンプライムビデオも何でもありますよね。もうあの頃ゲオに金行くしかなかったっすね。あ、そうそう、ゲオでね、ビデオ100円だみたいな、ね、そうそうそう、100円セールみたいな、延滞金が高かったね。あ、やべ、返しに行かれる。あ、そう、今ないっすもんね。ないっすよ、誰が借りるのよっていう思いますよね。ゲオもうないくないですか。いや、まあ、ゲオ自体はあのゲームキーとか、ね、ソフト売ってるんであるんですけども、レンタルではもう収益ないでしょうね、ほとんど。ですよね。いや昔は MD 時代とかカセットテープね、そう CD をレンタルしてカセットテープに録音するとか、うん、MD に録音するとか、そう、今となっては CD のほら再生の機会もないじゃないですか。あ、そうですね。そうで、この前 うん、それこそなんか、まあ、あんまり有名じゃなくて その演歌の人がね、はい、なんか来たんですよ、はい、会合に、はい、で皆さん買ってくださいって買うんだけど、これどうやって再生するの。あ、そうか。そう、だってパソコンにももないからね。そう、ごめん、ダウンロードできないのこれ。パソコンにももうロムないもんね。そうなんですよ、わざわざ買ってつけないと出ないじゃないですか。そう、パソコンにないもんね。だ、 CD を売るってどういうことと思ってですね。あ、そう、今、ね、だいぶ時代違うぞこの写真と思って。なるほどね。あ、なんか今までその20年の間で、はい、そのなんかその危機的なところはあったんですか。もう疎遠というか、もう別れると か、 なんか夫婦仲的な話ですか。 それはないですね。あ、マジですか。うん、ちょこちょこの喧嘩はもちろんありますけど、はい、もうそんなのないですね。へ、じゃあまあちょこちょこの喧嘩したけども、うん、先ほど奥さんとも言ってたように、うん、まあ、お互いに熱が下がった。そうですね。へ、うん、で20年と。そうですね、うん、まあ、どっちかって僕あの仕事もワークホリックで本当に仕事が好きなんですよ、ね、そっちの方にガーッと行って健康を害したことはあったんで、そういう心配をしてくれてるぐらいで、はい、大きな話はあんまないですね。あそこで、まあ、結構、まあ、あれかもしれないですけど、その仕事と、あ、でも奥さんは多分ない、多分絶対ないはずですけど、うん、よくあるじゃないですか、仕事と私どっちが大事なのみたいな。ない。それはないですね。それ全くない感じですか。それ全くない代わりにお金持ってこいと。金だけは持ってこいと。そう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 。なんか結構これなんか永遠のテーマというかね、仕事と私どっちが大事なの。それでも私と答えた場合ですよ、はいはい、何のお金発生しないですよね。おっしゃる通りです。それ何が嬉しいんですか。ちょっと本当に分かんないです。いや、でもなんか昔の昭和のドラマ、トレンディードラマとか、まあ言ってましたね、なんかあるじゃないですか、うん、なんかその指輪が、すいません、昭和か、すいません、あの缶コーヒーのあのお金が今ないんだけど、なんそれ何だっけ、お金がない、100回目のプロポーズかな、なんかそう、101回目か、なんかありましたね、ありましたよね、ありましたね、工事現場かなんかで、ね、そうそうそう、なんか、うんうん、このコーヒーのなんかこの指輪みたいな、今時そのプルだからね、そういうのね。ありましたね、なんかそういうドラマティックな、そのお金がなくても、うん、好きがあれ、愛とか好きがあればそれが正義というか、それが美しいみたいな。そういうのない。ない。ない。金。金。わかりやすいな。わかりやすい。それがあっても子供たちお腹いっぱいならん。おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。愛でお腹は膨らへんですね。愛があってもお腹はなりますね。間違いない。って言ってました。あ、言ってた。
愛がなあってもおかん愛があるのは大前提、まあ、まあ全然ね。でそれよりぐじぐじはいらんと思う、とにかく稼いでこいと。うん、なるほどね。でも今ねもうだいぶあそのこれまあ言えるか分かんないですけど、うん、だいたいそのまあ稼ぎ始めてだいたい家にどれぐらい入れてたんですか。はい、あのね、はい、最初のうちは、はい、多分100とかは入れてたんですよ、はいはい、でそれもずっと変わらないんですよ。あ、でそっからほら105になったり10になったりするじゃないですか、はいはい、それをちょっといただいてた感じですね。あ、なるほど。あ、じゃあまあ何度かちょっと通帳見せてって、はい、あのなんかあのマルサの女みたいな、そう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 マルサがマルサあのマルサの妻みたいな、そうそうマルサが通帳見せてって言ってきたんですけど、それできんと一応100ぐらいこう常に入れてくれてるけど、そうそうそう、お前いくら持っとんねんと、うん、ね、それは無理、うん、それは出資したんですか。それはもうやっぱね、はい、秘密保持があるんです。秘密保持ね、無理ですってなるほど。まあお小遣いもないですからね。そうなんですよ、お小遣いゼロなのになんでそんなこと言わないかなってお小遣いゼロ思いませんえ、お小遣いゼロ制度はずっとなんですか。結局ずっとですよ。え、ずっとですか。ずっとです。僕が言い出しましたからね、それはもう。あ、鷲津さんの方が言ったの。そう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 、おー、ゼロでいいよみたいな。ゼロでいい、うん、いるかそんなもんって、お稼いでくるわってカッコつけて、どうしようって、じゃあ給料全部入れたるわみたいな。そうそうそう、16しかないぞとは言ったものの、とは言ったものの16円じゃセミナー券と、いけんセミナー券と。だから東京行った時はもう本当に拝み倒して、本当すみません貸してください、貸してください貸してくださいくださいって返せません。いやでもそのお金の元は鷲津さん一応給料だとして、まあまあそうなんですけどね。でもまあもう離れたら関係ないんでね。あ、なかなか切実ですね、うん、自分が家にお金入れてるのにちょっとくれませんかみたいな最初16円しかないんだよみたいな、あんたカッコつけたやないみたいななるほどね。へえ、じゃあまあまあ、じゃあまあ、え、奥さんそういう感じだったから、だからやりやすかったんですよね。そりゃそうじゃないと、そのスイーツ屋とか居酒屋とかマッサージ許すような奥さんってあんまいなくないですか、会社にやってる。あ、これ知らない人いらっしゃるかもしれないですけど、鷲津さんね、なんぶっ飛んでさ、副業じゃねえじゃんみたいな。そう、だ今までそのなんか副業で焼き鳥屋やるとかね、スイーツ屋やるとか、で副業の歴史ちょっとなんでその副業で焼き鳥屋とかスイーツ屋になったんですか。いやだからもう恐怖しかないからですよ、この先。いやそれもあるし、会社一本絶対無理だと分かってたので。あ、でもネットしなかった、知らなかった、知らなかったですから。そう、その時はまだそのネットなんか全然リアルしかして、そう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 。いやでもそれもファンキーですよね、なかなか副業でスイッチ屋やるとか、でも焼き鳥屋やるとか、なんかあります、他にさ、ネット以外、ネットがない時代に。あ、まあ、まあまあそっか、リアルでやるしかないじゃないですか。鷲津さんと何年離れてんだ。12、3年離れてる。そんなもう人前ぐらいですね、多分。もう10年以上離れてるか、うん、まあそっか、うん、そうなると僕らのそのぐらいの年の時にネットがなければリアルで働くしかないんですよ、うん、とそうなるとどっかの下に働くとか、うん、バイトで、はいはい、か自分でやるしかないんですよ、はい、どっから働くのはちょっとしんどいんで、うん、融通きかないし。なるほど、ね、だから自分がオーナーになってしまえば、うん、自分の好きな時間で、まあでね、あとはみんなやっといてってできるんで、うん、はい、そっちを選んだんですね。いやーすごいですね。若かったんでしょうね。まあまあそれはあったでしょうね、若いっていうのは。いやでもね、なんか僕もちょっと旦那がいる前でなんかちょっとなんかこの光景、対談しながらこの光景何なんだろうなみたいな、もうマジでないですよ。だなんかその旦那さんがいないところでなんかそういうのはあるかもしれないですけど、目の前に旦那いるみたいな。全然でもなんか奥さんもねすごくラフな感じで、本当に普通だったらまあね受けてはくれないですよね。普通だったらそれは分かんないですけど、あ、まあでもまあその妻ですからね、まあそれが普通というか、まあ僕はもう結構長いですけど初体験でしたね。ああそれよかったですお世話になりまして。いやちょっとすごくびっくりしましたね。まあ、今後そのなんだろうな、もうあそうそうそう、なんか奥様には聞きましたけど、はい、まあ、金と健康であって金稼いでこいみたいなメッセージではあったんですけど、その
あの旦那様から奥様へのメッセージは、あ、いやもう何もないですね。もうこのまま変わらずいて元気にいてくれればいいですかね。あ、うん、だけですね。だけらしいですよ。だけです。これ見てるのかな。いや見ちゃうな。これ気になって見るしかないな。だけですね。じゃタイトル奥様へのメッセージとかわしづか多分娘がだるって愛のメッセージみたいな。だるって。え、子供さんもちょっと YouTube 見ちゃったりするんですか。全然見ると思いますよ。え、見てんすか。全然見ると思う。え、じゃあ僕も知ってんすか。あ、もちろんですよ。で、あやさんも知ってますよ、もちろん。あ、そうなんですね、はい、あ、マジですか。知ってます、知ってます。あ、どうもいつもありがとうございます。なんかすごいっすね。なんかこの関わりってすごくないですか。なんかもう家族一家で関わってるみたいな。動画越しで ね、そうね。動画越しで。じゃあこれ10年後もしかしたら、え、息子さんなんすかみたいな。ここに息子さんみたいな。そういうの全然ありますよね。いや、ちょっとこれやばくないですか。まあでもあの、はい、彼らは、はい、その今ネットでお金を、うん、こう増やせたり稼げるっていうのを目の当たりにしているので、あ、まあそうですよね、うん、それはそういうの見せられてすごく良かったなと思いますね。あ、だって親父ダウンジャケット80万ですからね、うん、マルチその方撮ってるお父さんっていないですか大体。いや、なかなかいないですよ動画を。あ、まああとね、 お父さんで、うん、そうですね。いや、これもしかだって、お、奥さん出たでしょ、今度子供さんの視線ありえるかもしれないですね、10年後。まあ、多分今回ほらあの、うん、嫁が出たんで多分娘あたりがいいなって、うん、え、いいなって、私が先じゃないって多分言うと。え、マジっすか。あ、でもね、僕ね、前その鷲田さんから聞いたのが、うん、なんかそのキングコング西野さんのお金の勉強の、うん、そう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 、お金の勉強を、うん、その子供さんと一緒に、子供と一緒に見ましたみたいな、お金の授業みたいな、うんうん、でそれを見た後、なんかその子供さんが、うん、あの価値と価値の交換ね、うんうん、みたいな。そうそうそう。そう。お金ちょうだい、価値を提供するからみたいなことをやりだして。やりだした。やりだした。すごいですよね。まあでももうそういう時代なんでしょうね、多分ね。あ、すごいですね、なんか時代ですね、うん。なんかこれ次世代のファミリーじゃないですか。いや、わかんないですけどね。そう。うん、そう、和紙漬けみたいな。和紙漬けになりますね。な、和紙漬けじゃなくて和紙漬けって、和紙漬けノウハウみたいな。それはもう多分気持ちよく今してると思う。嫁は和紙漬けのノウハウみたいな、うん、なんかすごいっすね。なんかでもこ、でも本当に昔は多分こういうことっていうのは、うん、多分まあ普通に絶対なかったと思いますよね。それはそうですよね。でも今 YouTube 見ると家族で YouTube やってる人もまあ、うん、いるじゃないですか、うん、やっぱ時代なのかなっていうのはちょっとやっぱ感じる部分ありますね。うん、でもやっぱまだ一部じゃないですか、そうやって。まあそりゃそうですよね。でもそれを地で言ってるっていうのはね、皆さんのおかげです。うん、すごくないですか、地で言ってますからね。あ、でも楽ですよ、みんながやると。まあまあそうですね。そう、もうインスタも取り合いだし、うん、その写真の共有ですぐもう送ってくれるし、エアドロップかな。エアドロです。すげえ時代だな、家族で取り合って。そうそうそう、エアドロップで。そう、すごい楽です。写真共有めっちゃ楽ですね。すごい時代ですね。で考えられない、昔だったら。だからもう iPhone ばっかりな。あ、すごいな、やっぱ時代だな。でも鷲津さん結構昔からまあこの時代背景、はい、見てきてるじゃないですか、うん、はい、なんかまあまあ、鷲津さんは時代に乗っかってしっかりとこう自分がこう変化してきてね、うん、今の、はい、もし変化してなかったら今も焼き鳥屋やってるかもしれないし、多分そうですね、してなかったら多分あの普通の会社の、はい、に行ってる方々と多分一緒ですよ。ですよね。もう普通に定年を迎えて、うん、65まで入れるんなら65までいて、うん、で65を超え、まあ、給料は下がるんですけども、はい、65でまあ引退して、うんうん、どうするって多分なると思うんですよね、はい。でどっかバイトを探したりとか、そういう人生だったと思いますね、うん、これどうですかね、まあ、鷲津さんこれ変化できたじゃないですか、うん、でも結構変化できてない人多いと思うんですよ、はいはいはい、変化できてない人に対してちょっと変化した方が多分生き残ってくれないと思うんですよね。したいならした方がいいし、うん、で変化しないとやばいと思いますね本当に、うん、
どんどん給料が下がっていく、上がらないですからね、大体30年上がってないんだから、うん、なんか酒もなんか見ました、ね、10月からなんか酒がまた上がる、うん、上がるみたいですね、うん、なんか上がるって、なんか、うん、あのいやだってタバコも今高いでしょ、僕も吸わないから分かんないですけど、あタバコはまあ普通に高いですね、鷲津さんの時代タバコいくらでした、僕の時でね、高い方で400円でした、パーラメントロングパーラメントで308円から400円ぐらいでしたね、何歳の時ぐらいですか、うん、もうでも鷲津さんも知ってたんですよね、知ってました知ってました、うん、もうでもやめてね10年経たないぐらいなんで、あで10年前ぐらいに吸ってたってことは40代の前半吸ってたんですか、はい、知ってました、あ吸ってたんですね、はい、はい、へえ、全然あの焼き鳥焼きながら休憩中こうやって何吸ってたんですか最初、だ僕ね一番最初キャスターです、あキャスター、はい、懐かしいな、キャスター、キャビンは行ってます、キャビン行きました、あキャビン、チャコレートっぽいですねキャビン、そう、そっからもうずっとパーラメントかな、ああパーラメントね、うん、あのパーラメントのフィルターのここのちょっとここが硬くてこう出てですね、なんかゴミが入ってしょうがないですいやパーラメント吸うやつなんかあの金持ちのイメージありますけど、ね、ああなんかそうやって言いますよね、なんかプライド高きパーラメント、ね、そう夜のね夜の帝王パーラメントみたいな、そうなんですかねあれえそれなんでパーラメントなんですか、高いじゃないですかパーラメント、なんかね先輩が吸ってたんですよ、はいはいはい、うん、でたまたまなんか結構何本かもらってて美味しいなと思って、はい、買ったら高いと思ってえ和州さんはあれですか、タバコは20いつからなんですか、あ僕はもう完全に社会人になってちょっとしてからですよ、ああじゃあ若い時は全然だったんですか、はい、あでずっとバレーボールやってましたから、ああそっかそっか、うん、もうあれ優等生ですね、ええ、優等生です、ね、優等生しかあれやってたらマジ無理ですね、あ僕すいません知ってました、すいませんへえなるほどね、まあでもやめられたので、まあ、よかったなと思いますけど、すごいですね、僕すいませんやめるっつって1ヶ月やめましたけど、1ヶ月ようまた戻りましたね、やめたのに、いやーなんかねずっと買わなければ吸わないと思ってたんですよ、だって僕周りにいないんで、だから自分が買わなきゃ絶対吸えないじゃないですか、うん、で買わなかったんですよ、だから吸えないじゃないですか、でたまたまなんかドライヤー置いておくあの洗面所とかあるじゃないですか、うん、でなんかこうドライヤーで乾かしててふっとこっちを見たんですよ、そしたらなんかあれなんだこれって見たらなんかタバコ置いてあって、お昔置いてたの、そう昔なんかで置いたんでしょ、あらあるぞと、これみんなの前でやめるって言ったけどあるぞと、まあ、これ僕弱いんで結構これを最後にしようと、いやいやまあまあじゃあ最後にしようとかじゃなくて、まあ、これ別に動画で言わなきゃバレねえな僕メンタル本当は弱いんですよ、もう本当にクソ弱い人間なんですよ、で結局自分に負けて、なるほどね、で、まあ、でお金持ってるからさ、いやそうじゃないですよ、僕で買えなかったもん最後、いやだってそこだってあったからねいやもともとあったからそこに買いに行ったわけじゃない、絶対認めないなそうだからね、まあでもめちゃくちゃうまかったですね、1ヶ月ぶりのタバコ、やっぱそうっすか、うめえみたいな、むせたりもしない、いやいやいや、まあでもアイコスですよそれ、あアイコスだったんですね、そうだから元々前その最初紙タバコからアイコスに変えて1年ぐらいアイコス吸ってたんですよ、でやめるっつってやめたんですけど、そう、もう本当はね僕はね弱いんですよ、めちゃくちゃ弱いんです自分に本当に、だから自分で結構リスってるんですけど、なんですね、うん、本当そんなもんですよ、だってバレねえだろって吸ってんだからこれ、まあ、あんまねそのめちゃくちゃ強い人なんていないですからね、なかなかですね、一郎、うん、ぐらいでしょ、うん、だから昨日かなあやさんに言われたのが、なんか吉田さんずっとなんか僕続けてるじゃないですか、だからいやすごいっすよ普通続けられないっすよって言われて、うん、いや僕もう続けるしかできないんですよねって言って、うん、いやだからそれができないんじゃないですか、うん、ってか僕はその選択しかないんですよ、続けるという選択しかないから、ただそれだけで、他にその集客媒体を広告かけてるとかだったらまた分かんないですけど、ああまあなるんですね、あだって無料集客しかやってないので、うん、でだって動画もそんなバズってないし、だって僕結構毎回思うんですけど、さすがに2万7000本ぐらいあって
もうちょっとチャンネル伸びてもいいだろうし、もうちょっと再生1000ぐらい欲しいなっていうのはやっぱ、うん、まあまあこんだけやったから神様見てくれてないかなみたいな、ね、まさかの神頼みしちゃう部分もやっぱね、うん、そう若い連中とか見てると俺結構やってるなと思うんですけど、まあでもまあ僕はこういうやり方なんで、いやいいっすよね、それでだって販売できるわけですから、うん、まあまあしょうがないですけど、こういうやり方でやってるっていうのはあるんで、はい、ということで、はい、このあとねちょっとあやさんと3人で撮るっていうのもありますので、今何分ですか、ね、今40分ぐらい、30、うん、36分ぐらいですね。あ、じゃあいけそう、はい、ということで最後なんか奥様にまた、奥様にですか、奥様ですよ、奥様、あの元気でいてください、元気でいてくださいということで、はい、また対談よろしくお願いします。はい、これ多分見ますよね。見るでしょう、ね。多分タイトルなんか和室奥様への愛のメッセージみたいな。見るでしょうね、奥様を釣るカスタムサムネイルにしておきます。奥様を絶対釣ったるっていう、ね、カスタムサムネイルに奥様見るしかないみたいな。はい、ということで、はい、ありがとうございました。